トヨタ A25AFKS は、トヨタ自動食器が製造する、トヨタ自動車の自動車用エンジンのうちの一つ。初搭載は、2017年7月発売のカムリ、北米仕様。F は実用 DOHC、K はコンベンショナルガソリン車用ミラーサイクル、S は島内噴射を意味している。直列4気筒 2500cc、横置き DOHC16 バルブ自然吸気。 ガソリンエンジンで、同じく 2500cc、直列4気筒 DOHC16、バルブガソリンエンジン 2ARFE の後継に、当たるガソリン車用エンジン。トヨタ自動車は、トゥンガを推進しており、初めてのトゥンガ設計のコンベンショナルエンジンが、この A25AFKS エンジンである。新開発直噴インジェクタ搭載により、ダイナミックホースエンジンと謳っている。また、 基本構造を刷新し、従来の 2AR、FE エンジンと比べ、低燃費、高い動力、環境性能を備える。新たに、VVTI を搭載することにより、レスポンスを向上し、高出力化した上で、最大熱効率が40%に達する次世代エンジンとも言える。なお、当エンジンは、日本国内向けには投入されていない。搭載車種、 カムリラブ4ムアバロンレクサス ES250 ありがとうございます。